憎めないクズ芸人参戦山添寛、感情笑いコンビ愛すぎスタートのツッコミ担当山添さん、浮気イコール寄り道と表現したり、大のギャンブル好きで借金イコール絆と表現し、相方の山崎さんには総額400万円以上の借金をしていたり、ラビットのアイスのクイズにファンザグレープアイスバーとぶっこんだり、検索キーワードにラビット涙の最終回と嘘を平気でぶっこんだりと、実はクズではなくサイコパス疑惑もあります。ナダル、お笑いコンビコロコロチキチキペッパーズのボケ担当ナダルさん、初対面の女性に整形してると聞いたり、先輩芸人の単独ライブ後にすごいじゃないですか、まだ世に出てないのにと言ったり、ギャング芸名服装など相方の西野さんの案にも関わらず、年下のお前にやらされたってのは嫌やから俺が考えたことにするんやったらええよと言ったりと、無駄にプライドの高い性格も特徴的です。鈴木もぐら、2021キングオブコント王者空気階段ボケ担当鈴木もぐらさん、大のギャンブル好きで借金700万円まで膨らんだこともあり、バイト先の社長から成人式のスーツ用にもらった10万円をその日のうちに競馬で溶かした、家が不摂生すぎてネズミしかかからない病気にかかったなどなど、しかし初めての彼女ができたことに舞い上がり、スピード結婚したり、純粋な一面もあり、憎めないもぐらです。